2023年最新版、日本に住んでいたことがある韓国スター8選。皆さんこんにちは。今回は日本に住んでいたことがある韓国スターの方をご紹介します。あ、だから日本語が流暢だったのねと納得できます。ぜひ最後までご視聴くださいね。エンタメポンポコリン804。それでは早速見ていきましょう。1人目、イディフィー AB6。 イディフィーさんは元 JYP の練習生でもあります。大手事務所であるため合格することは容易ではないと言われていますが、作詞作曲、ダンスにラップといった才能を持ったイディフィーさんは見事に合格した過去を持っています。以前所属していたワナワン時代に出演した番組内で、亡くなったお父さんのお墓を訪ねるためメンバーと共に大阪に来たことがあります。その際にも大阪に住んでいたことがあるというエピソードを披露していました。正確な滞在時期は分かりませんが、子どもの頃に生活していたそうです。日本だけでなくアメリカ生活も長いディフィーさんは、英語も堪能ですが日本語も流暢に話すことができるトリリンガルです。2人目、ジコ、ブロック B。 2011年4月15日、ブランニュースターダムより7人組ボーイズグループブロック B のリーダーとしてデビュー。今までの爽やかな好青年のアイドルとは違い、やんちゃなヒップホップアイドルとして話題に。ブロック B の曲はほとんどがジコが作り上げたもので、目標はソテジワアイドルと G ドラゴンさんだそうです。ジコさんは子供時代に日本に滞在していました。中学生の頃日本にやってきて3年間過ごしたそうです。カナダと中国へもそれぞれ留学経験のあるジコさん。 YouTube で配信されているジコさんのリアリティ番組ハックジコでは、ジコさんが学生時代の友人たちと一緒に日本のゆかりの地を訪ねている様子を見ることができます。ぜひ見てみてくださいね。3人目、ユン・ジョンヒ、神様お願い、カモンの栄光など数々のヒット作に主演を務めてきた彼女。涙の女王として知られる人気スターだった彼女は、結婚後は全く姿を見せなくなり、約7年ぶりに「今別れの途中です」で女優復帰しました。そんな彼女は女優として活動開始してから日本に短期で語学留学をしていました。当時所属事務所からパワハラを受けていたせいで精神的に追い詰められたことから、事務所を辞め女優活動を一旦停止して日本に渡ったそう。その後帰国してからは女優としての評価も上がり、一躍有名女優の仲間入りを果たしました。4人目、オナラ。 SKY キャッスル上流階級の妻たちでの専業主婦陳ジニ役や、2022年には話題作開墾に出演し、韓国芸能界の第一線で活躍し続ける女優オナラさん。団国大学校文化芸術大学院ミュージカル科を卒業した彼女は、2001年から2004年まで劇団四季に所属していました。当時スカウトによって所属が決まった彼女は、日本語が全くわからないまま来日したそう。しかしスパルタ式で約2年間で日本語を覚えたそうです。劇団四季に韓国人として所属したのは彼女が初めてでした。5人目、キム・ソナ。1998年にドラマ「この世の果てまでに」で女優としてデビュー。天然で明るくサバサバしているキャラクターを演じることが多いキム・ソナさん。実際もそんな役柄と同じように活発な性格に思われがちですが、実は全くの反対の性格だそう。すごく人見知りをする性格で、生き慣れていないところはあまり行かず、初対面の人には声をかけることができないそうです。またお家でも何もせずにぼーっとしていることが多く、インドア派。ドラマの中でのイメージとは違い、内向的な性格で静かな性格。ちょっぴり意外ですね。キム・ソナさんといえば、私の名前はキム・サムスンで主人公を演じ、最高視聴率 50.5% を記録するほど大ヒットしたドラマですよね。その後も様々なドラマに出演し活躍されています。そんな彼女は日本語が大変流暢です。その理由は中高6年間調布に住んでいた経験があるからだそう。日本語でのインタビューや記者会見では冗談も言えちゃうほどペラペラです。そしてとっても気さくな方なので人気があるのも納得ですよね。私の名前はキム・サムスンでは、体重を 10kg 増やして役に臨んだということですから、彼女の演技に対する情熱は計り知れませんね。6人目、シム・ウンギョン。
新聞記者や7人の秘書など、近年日本での活躍も目覚ましい女優シム・ウンギョンさん。もともと岩井俊二の映画を見て日本の映画に出演することを夢見てたという彼女は日本文化にも精通。現在は日本の芸能事務所にも所属し、現在進行形で日本と韓国両国で活躍中です。日本人役を演じることも多い彼女もネイティブ並みの日本語力を有するバイリンガルです。韓国時代劇のファンジニで主人公チニの少女時代を演じた印象が強いですが、とっても素敵な演技派女優さんへと成長されましたね。7人目、ユナク。2018年まで超新星という名前で活動していましたが、事務所を離れた関係でスーパーノヴァに改名しました。ユナクさんは愛知大学現代中学学部を国費留学生として卒業した秀才です。国費留学生というとかなり優秀ではないといけないイメージなのですが、ユナクさんは周りの候補者の人との差別化を図るために日本語のスピーキング力習得に力を入れたそうです。実際に日本に来て普通の人に積極的に話しかけてみたんだとか。かなり勉強熱心ですよね。デビューのきっかけとなったスカウトも在学中に日本でされたのだとか。コンサートでもたびたび日本語を披露している姿を見ることができすごく嬉しいですよね。また名古屋以外で住むとしたらという質問に、福岡や箱根がいいとのこと。理由は福岡は明太子も好きだし、ラーメンも美味しい、そして温泉が好きだから箱根にも住んでみたいと思っているということでした。ちなみに他のスーパーノヴァのメンバーも日本語を話せる人が多く、皆さんかなり親日なようですね。そして最後8人目はキム・ジェウク。日本語が堪能な俳優さんといえばこの方。7歳まで新聞記者のお父さんの仕事の関係で東京で住んでいたそうです。コーヒープリンス1号店では日本語でたまにボソッと独り言を言うカフェ店員のソンギ役を演じました。自然な日本語すぎておそらくは日本人と思った方もいたと思います。それほど流暢。そして自身のスキルを生かして中山美穂さん主演の日韓合同作品蝶の眠りに出演するなど、仕事でたびたび日本語を披露しています。インタビューにすべて日本語で答える場面もあり、完全なバイリンガルですね。さて以上8人をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。韓国のスターが日本で暮らしていると聞くとすごく嬉しいですし、また日本語がペラペラとなるとさらに親近感も湧きますよね。これからの活躍もますます期待しています。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。